いやみんな、ウーバーイーツのポッキーです。いやちょっとこのバッグちょっといいよね、憧れあるよね。ということでね、いつもお世話になってるちょっとウーバーイーツを使って今回はちょっとドッキリを仕掛けようと思います。で、まあドッキリのターゲットはですね、レンです。まあ もちろんレンなんですけど、なんでドッキリをするかというと、このね、動画が上がってる10月の26日の2日後が10月の28日、レンの誕生日なんですよ。で、どうにかしてちょっとお祝いしたいなということで、今回はね、とあるドッキリ考えました。ウーバー配達員の人が家の倉庫の中にずっと隠れてて、突然撮影中に出てきたらどんな反応をするのかドッキリ。そしてね、それだけじゃお祝いにならないということで、今回ケーキも用意しました。このね、ケーキをウーバーイーツ配達員がね届けてくれるっていう。で、もうね、ここに倉庫があるんですけど、この倉庫から突然バッと出てくるということ で今回ダミー企画をこの後収録するんですけど、その撮影中に突然出てくる、まあオープニングあたりでね出てきてもらおうと思います。ということで早速やっていきましょう。黄色い服でシシレモン飲んでると思う。いいの？サングラス。いいよ。そんな別にないよ。最初この納豆が分かるようにこれで作ります的な感じでできればいいかなと思います。ね、いやでもめちゃめちゃ怖いだろうな。回していきましょう。3秒前、2、1。オリジナル納豆を作ってみたー。イエーイ。そう、この中に納豆菌がもういるらしくて、もうなんかその納豆のこの元、大豆、もう今にもボロボロやけどね、結構納豆菌死んでんじゃねえ。ね、はい、まあ、で、なんか温度計とかもいろいろあったりして、なんか温度も結構大切らしいんで。なるほど。今回ガチです。成功させに行くぞ。ああ、もうなんか失敗とかじゃなくてほんまに作るのか。ウーバーイーツです。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 びっくりした。ウーバーイーツです。びっくりした。ウーバーイーツです。びっくりした。えっ、あ、ちょっと待って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 、不審者がいます。ウーバーイーツです。あ、頼んでた、動いてた。動いてた、動いてた、頼んでた。誰、ウーバーイーツです。じゃあちょっと、ウーバーイーツ受け取ってもらっていいですか。ありがとうございます、来てくれた。状況が理解できないんだけど。来てくれた。びっくりした。あ、ウーバーイーツ何が届いたんだ。すごい、なんか、いかついウーバーイーツさん。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、僕が頼んでたんですよ、さっき。そういえば忘れてたわ。え、これ何頼んでたの。え、なにこれ。この、こっち、こっちから開けてみよう。あら。あら。ということで、すげえ。撮影中に突然ウーバーイーツが倉庫から出てきたらどんなリアクションするのかドッキリそして、皆さん、おい、ついちゃった手に。10月28日誕生日ということで、はい、誕生日ケーキを用意しました。うわーうわー。でも見て、俺がいる。そう。それ作ってもらったの？あれよ。あ、大丈夫か。うまっ。これイケてるレンを。一番イケてる時期やね。一番イケてる時に、一番盛れるアプリで撮ったレンを。あー、ありがとうございます。ちょっと、すごいびっくりした。どなた？一応。ウーボイズの方ですよ。ウーボイズ。入っちゃダメなのよ。置き配頼んどいたよね、そういえば。置き配じゃなくて、もう物置におったよ。いやー、ちょっとありがとうございます、今日本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい体育会系の。いいね。何歳になったの？
決め。20。一番いい年やん。言っていいの？一番いいよ、いいけど。今年の目標とかあんの？まあ、今年の目標はまあどうだろうな。あれ行きたい。何？あの箱根。おお、旅行？箱根旅行。箱根旅行。温泉？温泉。うわいいね。俺温泉ずっと行きたいよね最近。大体こういうのは願い事をしながらね、服と願い事叶うって言うんで、ウーバーイーツの人に吹いてもらう？いや一番ダメでしょ。ウーバーイーツの人もなんか分かんない、ちょっとあれ気まずいだろう。じゃあレイさんお願いします。はい。じゃあ今年は箱根に行ける年になりますように。はい。おめでとう。おめでとう。このろうそくの焼けた匂い嗅ぐと誕生日って感じね。するね。うん、うわあいいじゃん、これいちごいっぱい乗ってて。まあまあまあ嬉しい、嬉しいっすけど。嬉しい。嬉しいより戸惑いが。やっぱ。戸惑いが勝ってます。いや戸惑い、ま、今のところまだちょっと落ち着かないと、それで一旦。まあでも誕生日ボーイからじゃあ一言お願いします。一言。はい。せっかくなんで。多いな一言が。まあ20代ね。はい。もうちょっと終盤に近づいてまいりましたが、うん、まあ、30までには、うん、何ができるかな。30までには30までには何かしようって言おうと思ったけど出てこんかった。ということでね、はい、ケーキを無事届けてもらったということで、はい、この3人で、まあ、今年も頑張っていけたらと思います。3人で、はい、ということで、じゃあレンさん、もう最後の締めをお願いします。いや、ちょっと最後の締め、はい、じゃあ、うん、今年はね、このウーバーイーツさんと名前も知らないですけどウーバーイーツの方とポッキーとで、まあ、撮影していきたいと思います。まあ、いい1年になりそうですね。はい、はい、それではまたね。なんだ、はい、オッケーです。はい、オッケーでしょ、ないの。大変だったよ。大変だった。熱いっすよね、絶対。